三国同盟。三国同盟は、ドイツ、オーストリアイコールハンガリー、イタリアによる、秘密軍事同盟。独王位、三国同盟とも言う。第一次世界大戦が勃発するまで、オスマンサイム管理局を舞台に、英仏と、熾烈な利権争いを展開しながら更新された。世界大戦では、ドイツ・オーストリアが、中央同盟国を形成して、三国協商などによる、 連合国と戦った。18世紀以来ロシア帝国にはサンクトペテルブルクを通して列強の資本が流れており、日露戦争まではドイツが英仏よりも影響力を持った。しかしドイツは三国同盟を結成してから東方問題にかかりきりとなり、極東は英仏が政治、経済的に支配した。不仏戦争で フランス帝国に勝って成立したドイツ帝国は大不況における金本位制の権威役としてイギリス帝国に肩を並べるようになった。並行してベルギーとの関係を深めた。ベルギーはロフツ同盟がなる前からサンクトペテルブルクへ列強が資本を輸出する基地として利用されていた。このようなベルギーにおきドイツは日本と国際的地位を次第に高めて行き、サンクトペテルブルクに 中央銀行を作ったり、三国干渉へ参加したり、するような数々の成果を手にしていった。ドイツがベルギーという国際金融市場に台頭する様子は、オスマンサイム管理局での競争に記録が残っている。同管理局は1881年に発足し、翌年に、本校の三国同盟が結ばれた。ベルリン会議をドイツが主催し、 ベルギー領今後とドイツ領東アフリカが3、C 政策を妨害した。さらに、ドイツ銀行とドイツオリエントバンクがバグダード鉄道トレバント貿易をそれぞれの利権した。管理局の根拠法であるムハレム直例の第15条は、同局の評議会議長職を英仏代表が交代で、務めるものと規定していた。19世紀末、オスマン帝国への新規投資で、 普通読資本が優位となった。イギリスは自身で保護国化したエジプトの開発に傾斜していた。この時、ドイツ銀行が鉄道保証財源として関税収入を欲しがっていた。管理局は収入の選手特権を持っていたので、先の十五条が保証財源を確保する上で障害となっていた。しかし道場には各国の交際保有状況に、 本質的変化が生じたら各国代表で議長を選び直てよいとも書いてあった。本質的変化とはそもそも直令が対象とした、夫婦戦争以前の交際が大量に転売された場合を指しており、ドイツが主に保有する1880年代以降の新規交際は関係ないわであった。するとごねるしかない。1898年3月、ドイツ代表林道が、 本質的変化の発生を主張、三国同盟各国代表の連名で管理局の議長選挙の可否を発議した。翌年1月にフランス側がイギリス債建にオランダベルギーの分を加算するなどして反発した。フランス側の代表は1892年から1908年までずっとレオンベルジェ、レオンベルガーであったがバグダード鉄道を含む帝国内の鉄道5社と 不当会社二つの重役と、さらにタバコ校舎副社長を兼務する大物であった。加算を不当とするなどの再反駁の後、ベルジュは、議長として和解を模索した。結局1901年4月、元ジュネーブ財務官僚、県スイス連邦評議会副議長のアドが、朝廷委員となり、翌年2月に仲裁判決が出て、議長選挙の可能性がついえた。容姿は以下である。 この後、対独を意識した英仏教商が急ぎ編成された。また、ポーツマス条約によって極東の勢力権が確定したことで英路教商が結ばれた。これにより露仏同盟を核とする三国教商が成立した。南下政策の阻止を主目的としていた日英同盟も転用され、日本も日露教約と日仏教約を結び三国教商側に立つことに、 なった。これによって、三島半島のドイツ咀嚼地は孤立した。未回収のイタリアと呼ばれる南ティロルトリエステなどをめぐり、オーストリアとの領土問題を抱えていたイタリアは、1902年に、不追協商をフランスと結び、ドイツがフランスを攻撃する際にはイタリアは参加しない、ことを約束した。イタリアは三国協商側に接近しつつあったが、1915年4月、 イギリスとの間にロンドン秘密条約を秘密裏に結び、未回収のイタリアをイタリアに割上する三段を取り付けた。5月には連合国側についてオーストリアに宣戦し、三国同盟は二国同盟となった。そもそもドイツとイタリアは不屈戦争から同盟結成の時期にかけて掘削されたゴッタルド鉄道トンネルで物理的につながっていた。 このトンネルは1909年スイスで国有化されるが、4年後に連邦議会が世論に反してゴッタルド条約を更新、スイス連邦鉄道に監視ドイツイタリアに最恵国待遇を与えた。スイスは第一次世界大戦後に国際連盟に加盟させられ、有事に経済制裁へ参加する義務を課せられた制限中立。1935年、 イタリアに対するそれが多くの国で十分に履行されなかった。それをきっかけに1938年スイスは絶対中立へ戻った。このようなトンネルは日独意三国軍事同盟につながっていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。